こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの伝語辞典から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、右門三休です。厳しい関門のこと。花王町を開いた右は、黄河の氾濫を防ぐため上流にある龍門山を三段に切り落として水の流れを分けました。それによってできた滝の水の勢いは凄まじく、右門龍門三休の波と知られたが、この猛烈な滝を登り切ることができた魚は龍になるという伝説が生まれる。右門三休は、大成するための関門の意味に用いられるようになりました。三休波高くして、魚龍と化すも、この伝説に基づく言葉であります。それでは今から右門三休を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。